ライフサイエンス統合データベースセンター DBCLS の内藤でございます。よろしくお願いいたします。本日は主にですね、塩基配列解析とそれからゲノム編集 CRISPR-Cas9 のガイド RNA の設計を中心に、普段の研究に役立つデータベースとかウェブツールについてハンズオン形式でご紹介させていただきたいと思います。最初にですね、この講習の資料について確認したいと思います。統合データベース講習会番長などで検索するとですね、今回の講習のページ出てくると思うんですけれども、その中ほどにプログラムがありまして、講習資料はこちらのサイトをご覧くださいというところがあると思います。こちら進んでいただくと、ネットに接続されていません。ちょっとつながったみたいですね。はい、こちらのページに出てきまして、それぞれの講習の資料がアップされています。12時半から、内藤が担当します塩基配列解析及びというところをクリックすると、ネットつながってますね。こちらが資料になります。私の講習の中で、ご紹介するデータベースやウェブツールへのリンクが貼られていますので、ここに戻っていただけるとそれぞれのページに行きやすいと思います。それから、お手元にスライドのコピーお配りしていると思うんですが、それこちらスライド PDF ということで掲載してありますので、ちょっと容量が大きいんですけれども、こちらからダウンロードしていただくことができます。では始めたいと思いますが、まずはじめに簡単に自己紹介をさせていただきます。私内藤祐樹と申しますが、現在、ライフサイエンス統合データベースセンター、略して、DBCLS という研究所に所属しております。DBCLS は生命科学系のデータベースに関する研究開発をするための機関として、2007年ですね、今から11年もう経ちましたけれども、11年前にできた国立の研究所です。で、場所はですね、柏とそれから三島に分かれておりまして、三島の方はですね、国立遺伝学研究所の建物に間借りをしておりまして、で、私は普段三島の遺伝研の方に仕事をしております。で、三島の遺伝研キャンパスってこういうところなんですけれども、富士山がこうすごい近くにでっかく見えて、で、キャンパスには桜が200品種以上あるっていう、これキャンパスの外なんですけれども、そういった実は隠れた桜の名所なんですね。で、沼津港がこう近くにあるので、お昼海鮮がとっても美味しくてですね、東京駅から新幹線で1時間と、私東京から通っているんですけれども、そういう立地にあります。で、そんなキャンパスの中にですね、30年前から世界中の塩基配列を蓄積してきた DNA データバンク DDBJ がありまして、で、私たち DBCLS と一緒に連携して仕事をしております。で、私もそこで塩基配列を扱う仕事をやっているんですけれども、もともとはウェットな実験系のラボに所属しておりまして、 RNAi とかあとマイクロ RNA 関係の仕事をしておりました。で、その時にですね、 SI ダイレクトという、SIRNA の配列設計をするソフトウェアを開発しまして、で、最近はそのゲノム編集版である CRISPR ダイレクトという、今日の講習でもご紹介しますけれども、そういったツールを立ち上げております。で、 RNAi とかマイクロ RNA、 それから CRISPR のガイド RNA というと20ベースほどのですね、短い塩基配列の認識ということがポイントになりますので、私は昔から遺伝子の情報を検索したりとか、あとは、塩基配列をブラストにかけるというような作業をですね、日常的にしておりました。しかし、こういった作業はですね、 RNAi とかに限らずモレキュラーな仕事をやるとき、PCR かけたりとか、そういうときは日常的に行う作業だと思います。ですので、今日はまず公共データベースから遺伝子を探すということを見ていきたいと
思います。で、遺伝子を探すといってもいろいろな切り口があると思います。当然遺伝子名ですとか、あとはファミリーの名前とか機能とか疾患とかそういったさまざまなキーワードで遺伝子を探したいとか、あと遺伝子にはいろいろな ID が付与されています。で、 ID から遺伝子を探すと、それから、塩基配列、あとアミノ酸配列など配列情報から遺伝子を探すといった、いくつかの切り口があります。それぞれ、見ていきたいと思うんですけれども、遺伝子に関する、データベースなんですけれども、これ普段、遺伝子についてこう検索されている方はもうおなじみのサイトだと思うんですけれども、この NCBI の、ページ、などで、簡単に、検索することができます。で、NCBI、これ先ほどの資料ですけれども、NCBI ですね、ここにリンクが貼られていますのでちょっと行ってみます。あ、出た、とりあえず、トップページが表示されました。で、これこちらからさまざまなデータベースを探すことができるんですけれども、そこで塩基配列のデータベース、ヌクレオタイドを選択して、ここにですね、さまざまなキーワードを入れると検索することができます。例えば、遺伝子の名前でリメンチンとか入力して、検索をすると、表示されるはずなんですが、やっぱりちょっと遅いようですね。あ、出ました。あ、よかった。ということで、今後はネット多分スムーズに表示できるかと思います。どこまで話したっけ。塩基配列のデータベース。ヌクレオタイドを選択して遺伝子名ビメンチンと入力して検索をしました。で、そうするとですね、このビメンチンがヒットするんですけれども、8267件かなりたくさんヒットするんですね。で、例えば、人のビメンチンを探したかった場合でも、これラットとか、ニワトリとか、さまざまな生物種のがヒットしていると思います。このですので、ここではですね、検索のキーワードを加えたりして、絞り込みの検索を行うことができます。例えば生物種を限定して検索をしたりとか、あとはキーワードに対してですね、これ遺伝子名がこういう、例えばアゴ1というものについて検索するっていうような、そのキーワード、入力したキーワードの種類を限定して検索するようなことができます。例えば先ほどの検索例を、人に限定して検索したい場合は、ここにスペース、大文字で&と入力して、ホモサピエンスですね。で、スペースが入るホモサピエンスのように一語でない場合は、ダブルクォートで囲むことによって、一つのまとまったフレーズとして検索することができます。 Google などと同じです。で、ホモサピエンス、括弧でくくって、ダブルクォートでくくって、で、あとこれが生物種であることを示す、オルガニズムと入力して、検索をすると、人のビメンチンに、限定して検索してくれます。ヒューマン、ビメンチンって出ますね。でも345件あるというのは、これはこちらの一次データベースなので、シーケンスを読んだ人がこうどんどんサブミットすることができるんですけれども、同じビメンチンという遺伝子についてこう複数の配列が登録されているということです。で、一番上のですね、ビメンチン、クリックすると、この
塩基配列に関する情報がこう出てくるというわけですね。遺伝子の ID などに関する情報とか、まあ、その文献などの情報がずっと出てきまして、で途中、まあ、例えばこの CDS というところはこう翻訳されたら、まあ、このようなアミノ酸配列になるというような情報とかがずっとあって、一番最後にですね、塩基配列がこのように登録されているという形になっています。それで、あと、まあ、説明し忘れましたけれども、タイトルというふうに限定すると、そのタイトルの中に特定のキーワードが入っているようなものを検索することができて、で例えばですけれども、ここにパテントと入れると特許の中に出てくる配列は全部データベースに登録されるんですけれども、そのような配列に限定して検索することができます。でこの鍵括弧の部分ですね、これ忘れてしまっても、このアドバンストサーチというところに行くと、これが選ぶことができます。こちらの画面で検索窓のすぐ下にアドバンストというところがあると思います。こちらを進むと、今のオルガニズムとかタイトルとかをこう選択して、検索するよできるようになっております。で、次にですね、遺伝子さまざまな ID が付与されているというふうに言いましたが、ここではですね、まあ、いくつか、まあ、有名なものをですね、まあ、取り上げて少しご紹介したいと思います。まず、アクセッションナンバーというのは、これ塩基配列の先ほどお見せした、データベースというのは、まあ、この世界中でですね、この3カ所で、米国の NCBI のジェンバンク、それから欧州の方の ENA、 それから遺伝研 の、 その DDBJ ですねの3箇所で塩基配列をこう登録を受け付けていて、データベースを収集しているんですけれども、その3箇所で国際塩基配列データベースというのを形成していて、それに対に登録された塩基配列の ID になります。で形としては、まあ、よく見るようなこのアルファベットプラス数字というような形をしておりまして、で、まあ、実はですね、このアルファベットの割り当てというのも決まっていて、 DDBJ のプレフェックスレターリストというページググって探していただくと、例えば、AB で始まるものは、日本の DDBJ に登録されたものだとか、あとは、まあ、別のアルファベットがついているものは例えばヨーロッパの方だっていうようなことが実は分かります。まあ、余談ですけれども、でその最後の部分にですね、点1とか点2のような数字、これバージョンなんですけれども、それをつけて表示されることもあります。で塩基配列、まあ、これ研究者がこうシーケンスしたものをこう登録するわけなんですけれども、例えばその新たに UTR の部分が読まれてちょっと塩基配列が伸びたりとか、あとはエラーが訂正されたりとかして、とにかく塩基配列が変わった時にこのようにバージョンがこう修正されてこう点2、点3というふうにアップデートされていくんですね。ですのでこのバージョンまで含めてアクセッション番号プラスバージョンを特定すると塩基配列を正確に特定することができますということをちょっと覚えておいていただければと思います。で、あとアクセッション番号に似た ID としてレフセック ID というのがあるんですけれども、先ほど、まあ、ご紹介した3極国際塩基配列データベースに登録された配列というのは、研究者がどんどん登録していくもので、先ほどのビメンチンの例でもご
ご紹介しましたように一つの遺伝子に対して複数の配列が登録されている場合が多いんです。でそれだとこう煩雑ですので、それをNCBI のレフセックのチームが各トランスクリプトごとに一つ選択して登録したような遺伝子の百科事典に相当するようなデータベースが NCBI のレフセックというデータベースです。でこれ遺伝子の百科事典と言いましたが、遺伝子ごとではなくてこのトランスクリプトごとに登録されていますので、選択的スプライシングで生じるバリアント、それぞれのバリアントには別々の ID が付与されています。形としてはメッセンジャー RNA であれば NM アンダーバーの数字というような形をしていまして、事実上アクセッション番号と同じように使うことができるんですけれども、このアンダーバーが入っているというのは一つの特徴になります。で他にも、ID と言っていいのかあれなんですけれども、シンボルとそれからジーン ID というものがあって、これはトランスクリプトごとではなくて遺伝子ごとに、つく固有の ID になります。で、例えば、人のアルゴノート1という遺伝子がありますけれども、それに対して、シンボル、これ遺伝子の正式名のようなID なんですけれども、大文字でアゴ1で、ジーン ID というのは26523というのが割り当てられています。で、症状バイとか白犬ナズナも同じように、アルファベット大文字でアゴ1ってついていて、あとカイコとかあとマウスはだいたい先頭大文字であと小文字でアゴ1っていうような名前がついていることが多いです。でシンボルはですね、たまに慣用名と一致しないようなものもあって、有名な P53 という遺伝子がありますけれども、人の P53 は、このシンボルでは大文字で TP53 という名前でがついています。でシンボルに関しては異なる生物種で、全く同じような同じシンボルがついていることがあるんですけれども、こちらのジーン ID の方は生物種ごとに別の ID がついておりますので、このジーン ID を使えば生物種と遺伝子を特定することができます。でそれぞれの ID の関係なんですけれども、これ例を示しているのは人の22番染色体のこの場所にですね DGCR8 という遺伝子があるんですけれども、このように2つの選択的スプライシングによるバリアントが登録されています。でこの2つというよりも、この遺伝子座に対してシンボル DGCR8 と GID54487 というのが登録されていて、であとこの一つ一つのこのトランスクリプトにはそれぞれレフセック ID で別の ID がついていると、トランスクリプトごとって書きましたけれども、塩基配列が違えば別の ID がつくというような仕組みになっています。で、これがID について簡単にご紹介しましたが、であともう一つ塩基配列から遺伝子を探すということもよく行われることではないかと思います。よく使われるサイト、有名なサイトで NCBI のブラストというところと UCSC のブラッドというところがあります。でそれぞれリンクしてあるんですが、有名なのでブラストとかまたはブラッドで Google 検索をすればたどり着けると思います。NCBI のブラストというのは、こういうページですね。リンクを来ました。塩基配列とかあとアミノ酸配列で検索することができるんですけれども、今回塩基配列で検索しています。ヌクレオタイドブラストというところに進んで、例えば先ほどのビメンチン遺伝子ですね。の
塩基配列の一部を切り貼りして検索してみます。こちらに入れて検索するデータベース、今回はレフセックの RNA シーケンス、トランスクリプトですね、全体に対して検索をしてみます。でパラメーターはデフォルトの状態でブラストと押すと、少し時間がかかります。これはネットワークが遅いのではなくて一生懸命検索しているんですけれども、しばらくすれば出ると思います。あとこの後ですね、私たち DBCLS で開発しているもっと一瞬で塩基配列検索できるようなサイトというのもご紹介しようと思います。あ、出ましたね。ここにこうたくさん配列がヒットしたという概要が出ていて、で下の方を見ますと、今ビメンチンの配列を入力して検索したので、このようにビメンチンがですね、人だけじゃなくてさまざまな生物種のビメンチンがヒットしているというような情報が表示されます。でさらに下の方に行きますと、入力した配列とヒットしたデータベース上の配列との、アライメントが表示されて、240分の240、100% マッチしているとか、あとは下の方に行くともっとミスマッチがあるような場合、もう出てきますが、例えばここにミスマッチがあるとか、あとインサーション、デリーションがあるっていうようなことも含めて、表示することができます。それからもう一つ、ブラッドというサイトがあります。でこちらはブラストとは少し違って、もっとパーフェクトマッチに近い配列をブラストよりも高速に検索することができるサービスです。ゲノムに対して検索をします。で同じようにビメンチンの配列の一部を入力して、これ最初から生物種を選ぶようになっています。ヒューマン選んで検索を行うと、こちら比較的すぐ結果が出てきます。でゲノム上で配列が一致したところが列挙されて、で一番上がですね、ダントツにスコアが高くて、240分の240で 100% マッチしている10番染色体ですというのが出てきて、こちらのブラウザーというところをクリックすると、ヒトゲノムのヒットしたところを表示してくれるんですね。こちらの YourSeq というところが入力した配列で、ズームアウトしてみましょう。ズームアウトしていくと、おそらく周りのですね、遺伝子の情報が出てくると思うんですが、このように、ビメンチン、ビムの遺伝子のエキソン上ですね、しかも太くなっているので、コーディングの領域だということがわかるんですが、そこに今入力した配列がこのようにマッピングされているということがわかります。でこの細くなっているところはイントロン でこれよく見ると矢印があるので、左から右向き、つまりゲノムのプラス差の方に、ビメンチンがコードされているということもわかるんですけれども、このような、遺伝子の構造、ジーンモデルとか、あとはこう生物種の間でどれぐらい保存されているかっていう情報とか、 GC 顔料のような基礎的な情報がこのように調べることができるというふうになっています。今ですね、キーワード、それから ID、 塩基配列で検索するっていうようなことを簡単にご紹介したんですけれども、結構遺伝子の検索って人によって切り口が違っていて、いろいろな切り口があるんですね。でそれによって入り口が異なるというか、
どこで検索すればいいのかということを知らないと効率よく遺伝子を探すことができないという問題がありました。それからあと塩基配列で検索するとき、特にブラストだと結構時間がかかります。で、1つ2つ検索する分にはいいんですけれども、何十個っていう配列をブラストかける場合、これ私昔やっていたんですけれども、こうたくさんこうクリックしないといけなかったりとか、一つ一つ数十秒単位で待たされるということで、結構精神的にこう疲れてくるわけです。で、そこで考えたのはですね、Google のように遺伝子を素早く検索できるといいなということで、私どもで、このようなサービスを作ってみました。統合遺伝子検索、GGRNA というんですが、Google のように、Google のように RNA を検索できる、サイトというコンセプトで名前を付けたんですけれども、いつの間にかこう Google なというふうにチームの中で呼ばれるようになってしまいまして、で Google のようにっていう、ちょっと矛盾しているような感じがするんですけれども、Google なというふうに呼ばれています。でなぜ RNA か、なぜ DNA でないのかと言いますと、多くの場合って最終的に探したいのはゲノムの座標なんかではなくて、遺伝子に紐付けられるような情報が内容が多いというふうに考えたから、トランスクリプトベースで検索できるものを作りました。で、Google なのURL はですね、ここに書きませんでしたけれども、ググっていただけるとちゃんと1番目にヒットすると思います。で、これトップページなんですけれども、検索窓があって、で生物種を選ぶだけのシンプルな作りになっています。一応ヘルプページあるんですけれども、読まなくても、使えると思います。検索の例をここにいくつか挙げておきましたので、これを参考にしながらキーワードをこうバンバン入れて、いただければと思います。で、実際に検索をしてみますが、これ生物種をですね、決まっている場合はこのメニューから選びます。で、デフォルトではZooって全生物種を一度に検索するんですけれども、とりあえず人で検索します。で、これ人のアイコンが出るんですが、それでナノグ遺伝子名などを例えば入力して検索って押すと、このようにすぐですね、結果が出てきます。で、ここで表示されている一つ一つのデータは先ほどご紹介した NCBI のレフセックに登録された転写産物の情報で、 NMXM から始まる、これメッセンジャー RNA なんですけれども、それとあと NRXR で始まるノンコーディング RNA ですね、マイクロ RNA なども含まれていますが、そういったトランスクリプト全体を対象に検索することができます。で、ヒットしたものをクリックしますと、詳しい情報が先ほどのジェンバンクのフォーマットですね、表示されて、で検索した単語がこのようにハイライトされて、表示されるので、見やすいと思います。で、一番最後にこの塩基配列がこうあるという感じで、で他にもですね、アクセッション番号とか ID で検索することもできますし、こんな感じですね。あと塩基配列を直接ここに入れて素早く検索することもできます。で、今ですね、14ベースの適当な配列を入力しているんですけれども、検索って押すと、こんな感じで、ここに10って出てるのはヒット件数です。14ベースの適当な配列を検索したら人で10件ヒットしたということになります。で、ちなみにですね、この Google なのデモは動画をこう録画しておいて、それをお見せしているので、ネットワークつながらなくても高速で表示されます。ネットの環境がいいと本当にこのぐらいのスピードで検索することができるはずです。これ14ベースの配列をですね、試しにもっと短くしていって、3プライム末端3ベース削って検索すると、当然こうヒット件数が増えるわけですね。465件とか増えて、で、もっと短くして、3ベース削って、もっと削って8ベースにして検索しますと、
これ検索の時間に比例して時間がかかるのでちょっと待たされますけれども、32,288件という感じで、ちなみにまあこの手の、短い配列の検索というのはブラストとかブラッドは苦手なんですけれども、Google などを使うとこのように素早く結果が、返ってきます。で、応用例としてアミノ酸配列でも素早く検索することができて、例えば論文を読んでいてこういうフィギュアが出てきて、でこのタンパクについてデータベース調べたくなったとします。これ何でしょうっていうときに、今回はこれ生物種を図にして、でこれここに表示されている10種類ぐらいだけではなくて、レフセックに登録された全ての生物種が検索の対象になります。で、先ほどのフィギュアのこう断片的に出てきたですね、アミノ酸配列を検索してみると、今 SEHPL って入れたんですけれども、ちょっと止めますね。すみません、ちょっとまたここからスタートになってしまうんですけれども、SEHPL って、論文のフィギュアに出てきた断片を入れて、検索しますと、8,838 件かな、ですね、少し多いですので、もう一つ配列を入れて、絞り込んでみます。複数のキーワードを入力すると and 検索ができるようになっています。でここにインターセクションというのが、and 検索の結果で、両方含むのがですねここに表示されて555件、ヒットしました。で見ていくとですね、これ全部この、ATPase の ATP7B という遺伝子、タンパクで、これのさまざまな生物種の、ホモログがヒットしているという状況です。でこの後さらにキーワードを追加したりとか、あと生物種で絞り込んだりして、情報を探していくことができます。であとはですね、面白い応用例として PCR のプライマーの検索というのもできて、でこのゲルの写真ですね、このデータはフォトショップで出した架空のデータなんですけれども、ある遺伝子に対して、RT-PCR を行ったら、なぜかこのバンドが2つ出てしまったという状況を示しています。でこの2つのバンドの、正体が知りたいときに、プライマーの配列からですね、Google などで検索して増幅遺伝子は何だったのかっていうのと、あと予想されるバンドのサイズというのも調べることができます。で、フォワードとリバース2箇所で、and 検索を行いますと、でリバースの方がコンプってつけると相補差になってくれます。でそうするとこの2件ですね、DGCR8 という、先ほどのですね、遺伝子の2つのバリアントが、ヒットしました。で塩基配列の場合は、ここのそれぞれのヒットの下に、ヒットしたポジションのが表示されますので、引き算をすれば PCR の産物の長さが大体わかります。で正確にはですね、これにリバースプライマーの長さを足さないといけないので、それぞれ、400とか、500ベースのサイズだということになります。それを踏まえてもう一度このなんかフォトショップで作ったこのバンドの写真を見ますと、大体こう400とか500のあたりに、DGCR8 の2つのバリアントが増幅したということが、Google などで簡単にチェックできるというわけです。でもう一つマイクロアレイの実験をされる方にとって便利な機能なんですけれども、プローブ ID から塩基配列の検索をすることができます。でアフィメトリックス の, ジンチップだ と,、1遺伝子あたり25ベースのプローブがこのように11箇所を設計されておりまして、プローブセットと呼ばれているんですけれども、このプローブセットの ID ですね、こういう形をしています。この ID を Google 内に入れると、Google 内の中でですね、これを11本のプローブの配列に
変換してくれて and 検索をすることができます。でこの例だとこの LAX2 っていう遺伝子がヒットしているんですけれども、詳しく見てみますとこの遺伝子の3プライムの方にプローブが設計されているということが確認できます。でまあ、余談なんですけれども、これ作るまで私は25マーのプローブがなんとなくこう等間隔にこう並んで設計されているのかなと思っていたんですけれども、実際にはこういうふうに重なり合うようにデザインされているということを知りました。おそらくTM とかいろいろな条件を合わせているんだと思います。で、まあ、Google NAについて簡単にまとめます。まあ、遺伝子をさまざまなキーワードからこう Google みたいに検索することができるサービスで、まあ、レフセックを対象にしています。でとにかくまあ素早く検索できるようにということを重視しています。でそれは検索が早いとですね、自分の検索結果がちょっと意図と違っていた場合でもキーワードを変えたりとか、あるいは追加して and 検索を試したりしてどんどん再検索することによって最終的に欲しい結果に近づいていけるという、そういう使い方を目指しています。であとまあ、私どものサイトほぼ全てに共通なんですけれども、アカデミックでもその企業でも商用でも、どなたでも無償で自由に利用することができます。であと利用記録もですね、これは外部に漏れるということは絶対にありません。で少し実習の時間を設けますので、各自の PC で Google なとか、あとは他に紹介したサイトを試していただければと思います。であとその間に少し質問を受け付けたいと思います。質問がある方はお願いいたします。そうですね、じゃあ次のゲゲゲノムの紹介に移りたいと思います。これ、まあ、ゲゲゲノムって今言ってしまいましたけれども、もともとGoogle NAから派生したプロジェクトでですね、まあ、高速塩基配列検索ゲゲゲノムというんですけれども、塩基配列検索に特化したサービスで、名前の由来はGoogle NAの RNA の部分をゲノムに変えたんですね。でも現在はゲノムだけでなくて、トランスクリプト、レフセックのトランスクリプト全体とか、あとはまあ、mRNA のデータベースであるミアベース全体とか、さまざまなデータベース塩基配列を検索することができるようになっています。で使い方は簡単で、単に塩基配列を入れて、で検索したいデータベースを選択して検索って押すと、このようにすぐに結果が出てきます。入力した20ベースの配列が人の2番染色体上に1箇所ヒットしたということを示しています。で先ほどのように塩基配列短くしていくとどんどんヒット数が増えていくんですけれども、15ベースにして検索すると、まあ、ヒットが例えば17件と。で、まあ、さらに検索ごめんなさい、飛ばしましたね。ちょっと戻ります。まあ、これかなり短い塩基配列でも検索できるようになっておりまして、どんどん削っていくとですね、10塩基でヒトゲノム全体を検索すると、これでもすぐ出るんですね。1万25件、ヒットします。で数万件とか、まあ、数十万件ぐらいであれば、このようにすぐに結果が返ってきます。でこちらのサイトはミスマッチとかインサーションデリーションを許容して検索することができて、
で許容するミスマッチまたはギャップというところに例えば2と入れて検索をすると、まあ、このようにですね、ミスマッチとかギャップを入れた状態で検索することができます。でアライメントがこのように表示されます。でこのような、まあ、短い塩基配列でミスマッチとかインサーションデリションが複数あるようなものって、ブラストとかブラッドではなかなか見落としがあるんですけれども、このゲゲゲノムの特徴として、決められた例えば20マーで3ミスマッチとかインサーションデリションって指定したものに関しては見落としなく全て列挙することができます。検索結果に示されているこのゲノムの座標のところをクリックすると先ほどご紹介したゲノムブラウザーにリンクしていて、まあ、このようにですね、例えばこの例だと人の小さいですけれども AK5 という遺伝子のイントロンの部分にヒットしたということが分かります。あと便利な機能としてゲゲゲノム他のツールからこう使う呼び出すことができるんですね。で使いやすいようにアドレスと検索の内容が1対1で対応するようにしています。例えばこのアドレスですとゲゲゲノムを使ってヒトゲノムの最新のアセンブリ HG38 に対して最大2塩基までミスマッチまたはインサーションデリーションを許容してここの配列を検索しますと。で検索した結果を例えばドットテキストって書くとテキスト形式で取得することができるというふうになります。でここですねまあ、テキストと言いましたけれどもドット HTML って書くと先ほどのこういうウェブブラウザーで見られるような結果が返ってきますし、ドットテキスト TXT と入力するとタブ区切りテキストで結果が返ってきてそのままこれは Excel にコピペすることもできます。でこれ最近アップデートして追加したんですけれども、このテキスト形式の情報の中に、一件一件 そのアライメントに関する情報ですね、ここがミスマッチしてるとかインサーションが入っているっていう情報とか、あとはクエリとあとヒットしたデータベースとの間のこの関係ですね、ここ一致しててデリーションが入っててここはミスマッチっていうようなこととか、あとはマッチした塩基の数、ミスマッチ、デリーション、インサーションの塩基の数などが表示されますので、これExcel上で絞り込んだりとかですねすることができます。あとここドットベッドというふうに書けばベッド形式でと呼ばれる形式で表示することができて、このベッド形式ってゲノムブラウザーに読み込ませるとこのようにヒットしたところを可視化ゲノム上で可視化することができるんですね。これすごいたくさん数十万件とかヒットしているようなものをこうゲノムブラウザーでこう表示するとこのバーコードみたいになっているここにヒットしたということができます。でこれちょっとどうやるのか簡単にご紹介しますが、ゲノムブラウザーの中で、この下にですね Add Custom Tracks というところがあります。ここに進んでいくとベッドを登録できるところがあって、でここに入れたベッドに入っているものがこう先ほどのブラウザーに表示されるんですね。で一方でちょっとこれですねゲゲゲノムのヒット何か適当な配列をヒトゲノムで検索してやって、でヒット件数が少ないとちょっと見にくいのでちょっと数万件ヒットしているような状態を作り出してやります。もうちょっと多い方がいいかな、大変かな、このぐらいにしましょう。18万件とかヒットしてますけれども、でこれで最後に、ドットベッドというふうに入力するとアドレスですね、ベッド形式で結果が返ってきます。このアドレスをコピーしておきましょう。
でこれは多分行数が多すぎて今ものすごい時間がかかってるのかな。あ、タイムアウトしちゃったか。ちょっと1延期長くしてヒット件数を減らします。あれ、これなんかクリックを受け付けてないように見えるんですけれども、あ、来ましたね。これあのヒットのリストです。1行が1ヒットになっています。でこれを先ほどの、ゲノムブラウザーのちょっと見失ってしまいましたが、ゲノムブラウザーのここの Add Custom Tracks というところですね。ここに、先ほどのベッドの結果、あの長大な結果をそのまま貼り付けてもいいんですけれども、これ URL でもいいと書いてあるので、これゲゲゲノムの URL を、書きます。最後ドットベッドで終わっていることに注意してください。そうするとこう何万件のヒットをそのまま書いたのと同じことができます。これサブミットを押すと、今この UCSC のサイトからゲゲゲノムにこう問い合わせが来て、でこれですね、5万件ぐらいヒットが読み込まれました。でこれで、クロモゾーム1このリンクをたどるとですね、ゲノム上にこうマッピングされた様子というのが出てきます。これズームアウトしてみましょう。ここに1つ配列が当たってますね。でどんどんズームアウトしていくと、あ、ここにもう一つ当たっているという感じで、ゲノムブラウザー上に、ゲゲゲノムのヒットを可視化することができます。例えばあの転写因子の結合サイトとかを入力して、このどの遺伝子のこう、まあ、こんな感じにですね、どこにその配列があるのかなっていうのを探したりすることもできます。ちなみにゲゲゲノムでは ATGC 以外にも例えば R とか N とかそういう複合塩基を含めて検索することができますので、転写因子の結合サイトとかそういったものも検索しやすいと思います。戻ります。まあ、今ベッド形式ってお見せしましたけれども、他にも、ドット JSON と書くと JSON と呼ばれる形式で返ってきて、これはちょっとしたスクリプトをですね、自分で書いて自動処理するときに使えるフォーマットです。でこれを使うと、もう一つの応用としてウェブブラウザーだけでなくて、コマンドラインから塩基配列を検索するようなこともできます。これコマンドライン黒い画面ですけれども、CURL カールっていうコマンドとか、あと WGET っていうコマンドを使うと、ウェブにアクセスすることができるんですが、 CURL のマイナス S、 あ、ごめんなさい、で HTTP のゲゲゲノム dbclsjp スラッシュ、ヒトゲノムの HG38 に対して、そうですね、1塩基までミスマッチインサーションディリーションを許容して、この配列を検索して、で、例えばベッド形式で返してくださいと入れると、実行と。でそうするとゲゲゲノムにアクセスしてデータがこう返ってくるわけですね。でこれ何件かなっていうのは、WC っていうコマンドを使うと、14ですか。あ、でも、先頭は、これ表題なので、13件ヒットしたと。
いうことが分かります。あと、まあ、例えばこの中で9番染色体にヒットしたものだけ選びたいとかいう場合は、グレップクロモゾーム9とか入れて実行すると、2件、まあ、このようにコマンドラインを使って塩基配列を検索して、絞り込んだりとか加工するようなことが、できるということです。で、あともう一つ、便利な例としては、なんと表計算ソフトから塩基配列の検索ができるということで、これExcel ではなくて Google スプレッドシートというツールなんですけれども、 Excel でも2013以降であれば同じようなことができます。で、この例では、左側のセルにですね PCR のプライマーの配列が入っていて、で、このリストをですねゲゲゲノムで検索したいと。で、ここから右側は全部数式が入っています。プライマーの配列をもとにゲゲゲノム検索のアドレス URL を生成してあって、このインポートデータっていう関数を使うと、このアドレスにアクセスして返ってきたデータがセルに入るんですね。で、その後それを関数でこうタブとかで切り出してやって、染色体とかストランド座標 PCR 産物の長さとかを自動的にこう計算してくれるわけです。で、あとは数式をこうコピペしてですね下の方に、コピーペーストとやると、ペーストした瞬間にゲゲノム検索が行われて、で、ポジションから PCR 産物の長さがこう計算されるという感じです。で、これ100件でも200件でも割とすぐに終わらせることができて、まあ、手で一つ一つ検索することを考えるとすごく楽だと思います。で、このシートはですねゲゲゲノムのヘルプページにありますので、ご興味がありましたらぜひお試しください。で、ゲゲノムまとめなんですけれども、まあ、ゲノムを高速に検索できるということで、現在ゲノムは350種くらいさまざまな生物種が入っています。で、ゲノム以外にも先ほど言いましたようにトランスクリプトとかそういった特別な塩基配列のデータベースも選べるようになっています。で、特徴としては短い塩基配列の検索が得意なんですね。で、ミスマッチとか挿入と欠失があっても見落としなく検索できる、というところが一つの売りです。で、あと他のツールから簡単に呼び出せるようにこのアドレスを使った REST API というんですけれども、アドレスと、URL と検索が一対一対応していて、ですね、インポートデータっていう関数先ほどご紹介しましたが、 Excel2013 以降では Web サービスっていう関数を使うと同じようなことができます。あとは R とか Ruby、Galaxy などから使うこともできると。で、こちらも Google など同様に、無償で自由に利用することができます。で、ちょっと時間が押し気味、次にゲノム編集の話に進みたいと思います。で、クリスパー・キャス9の、ガイド RNA の設計に必要なのはまあ、このパムに隣接している配列を選ぶということと、もう一つはオフターゲット検索を行って、特異性の高いガイド RNA を選ぶ必要があるということです。特にですねオフターゲット検索についてはこのターゲットの長さが20ベース程度と短いので、似たような配列がゲノムの他のところにあるとその部分も意図せずにですねゲノム編集が行われてしまうという、オフターゲット編集が起こる、可能性がありますので、それを、ミスマッチがを複数許容した状態で、検索をしなければいけないわけです。で、ブラストとかブラッドですとこういう検索をすると検索漏れが出てきますので、それを克服するために、ゲゲゲノムをクリスパーダイレクトの中で、使っています。
クリスパーダイレクト、まあ、トップページこういう感じなんですけれども、アクセッション番号かもしくは塩基配列を直接入力すると、その中からパムに隣接したオフターゲットサイトの少ないガイド RNA を設計することができます。実際に塩基配列をこのように入れてみます。で、生物種についてはこのメニューから選択することができます。現在これゲゲゲノムで対応している350種全部入っておりまして、でこれちょっと選ぶのが大変なんですけれども、ここはクリックするとですね、生物種を入力できるようになっていて、例えばライスとか入力すると、オリザサティバライス、絞り込むことができるんですね。簡単に350種のリストを絞り込んで選ぶことができます。でデザインというボタンをクリックすると、稲ゲノムに対してオフターゲット検索を行って、ガイド RNA をこのように設計します。で検索の結果の表ですけれども、標的サイトの位置と塩基配列に関する情報とか、この配列に関する情報ですね、例えば制限酵素サイトがあるかどうかというのは、編集が行われたかどうか のチェックに制限酵素を使う方も結構いると思うんですけれども、そのような情報とか、あとは一番右がですね、オフターゲットに関する情報です。ガイド RNA のこの全長20マープラス、パムの3塩基ですね、と、がこの一番左のカラムなんですけれども、あと標的の認識に寄与すると言われている、シードの領域ですね、具体的にはこの12マーとか、あと8マープラス、パム、それぞれについて、ゲノムに何箇所あるかというのをこの表で、示しています。で目的とする配列以外にどこにも似た一致する配列がない場合はここに1というふうに表示されます。で、まあ、その、ガイド RNA の、 全長とそれから12マープラスパムの領域がどちらもゲノムに1箇所しかないようなものを、クリスパーダイレクトでは特異性が高い配列として、緑色に表示しています。でそれがおすすめなんですけれども、一方でこう見てみるとですね、全長に関してはゲノムに1箇所しかないんですけれども、シードの部分、12マープラスパムを見ると、こう数百とか数千単位でゲノムにヒットするような配列も出てくるんですけれども、こういう配列は特異性が低い配列ということで、避けていただければと思います。で、まあ、今のこの表の部分は、パーフェクトマッチに関するヒット数を表示しているんですけれども、ミスマッチを含むオフターゲットサイトを調べる場合は、ここのディテールというリンクをクリックしますと、このようにゲゲゲノムの画面が表示されて、ミスマッチを含むオフターゲットサイトの候補を表示することができるようになっています。ですので、実際にガイド RNA を設計してゲノム編集をやってみた後で、オフターゲットサイトが編集されていないかどうかを調べるときに、全ゲノムシーケンスするのは大変だと思うんですが、このようなミスマッチ込みの検索を行ってやって、上位にヒットしたものを、似ている配列が似ているサイトということで、オフターゲットサイトの候補としてチェックするというのは一つの方法ではないかと思います。あとですね、クリスパーダイレクトの結果の下の方には設計されたガイド RNA の位置関係が分かるようになっていて、例えば2つこう向かい合うように選んでダブルニッキングに使う場合とか、そのような場合の参考になるかと思います。
一番下の部分にはですね、結果のリストがタブクギテキストでコピーできるようになっておりますので、これをコピーしてきて、このように Excel に貼って、さらに絞り込みをしたり、あるいは記録に残したりすることができるようになっています。で、CRISPR ダイレクトのまとめなんですけれども、コンセプトとしてはこれすごくシンプルで、パムに隣接した特異性の高い二重塩基をシンプルに選択してくるというものです。で、他にもですね、さまざまな、ガイド RNA の設計サイトがあって、いろいろなこうクライテリアと取り上げているものがあるんですけれども、例えばそのどこが効くとか、あるいはオフターゲットについてもさまざまなこう計算をしていたりっていうこともあるんですけれども、そのあたりは細胞とか生物種とか、あるいは実験条件が変われば変わってくるものが多いと思うんですね。ですので、私の方ではあえて、全てのこう型に使えるような単純なそのパムがあって特異性、ゲノムの中の特異性が高いものを選ぶっていう、この2つだけを基準に設計するようにしています。で、その他に何か基準を入れたい場合はExcel にコピペした後でそれを絞り込むような、そういう使い方がおすすめです。で、特異性のチェックについては、このガイドの前兆だけでなくて、このパム近傍の水道領域ですね、12塩基または8塩基の特異性を見ているというのが特徴です。で、あと、ヘルプページにスクリプトがあるんですけれども、それを使うと大量に設計することもできて、例えばゲノムワイドにCRISPRのライブラリを設計したいっていうようなこともできるかと思います。で、これはゲゲゲノムと同様に350種類ぐらい現在生物種に対応しています。で、これも無償で自由に利用できるようになっているということで、もしですね、利用したい生物種がゲゲゲノムとかクリスパーダイレクトに入っていない場合は、ゲノムが公開されているものであれば連絡をいただければ追加を検討したいと思います。で、その時に教えてほしい情報としては、ゲノムの配列が置いてあるアリカなんですけれども、ヘルプページを見ますと、現在入っている生物種というかゲノムのデータベースのリストが表になっているんですね。で、ここに出ている項目、例えば生物種とか学名とかも入っているんですけれども、あとはゲノムのこうありかですね、クリックするとそれぞれの配列データベースにリンクされているんですけれども、このような情報を可能な範囲で結構ですのでお知らせいただけると、スムーズにこちらも検討することができます。で、ただ実はクリスパーダイレクトとギギエノムは私がほぼ一人でやっているという状況ですので、時間的な問題と、それからあと計算機の容量ですね、それがネックになっていて、必ずしもその全てのものを入れられるかどうかっていうのはお約束できないんですけれども、やはりクリスパーという技術は今までのモデル生物以外のですね、さまざまなこうたくさんの生物種に対して有効な手法だと思いますので、できる限り対応させていただきたいと考えております。で、じゃあちょっとここで時間が10分くらい余っているんですけれども、各自試していただきつつ質問の時間にしたいと思います。あと今日の講習のこの資料、リンク集の方ですね、ずっとこう今ご紹介したものがこうクリスパーダイレクトまでこうあって、で最後にですね、こう時間が余ったらご紹介しようと思っていたデータベースとかウェブツールが あるんですが、このおまけっていうところですね、いくつか便利なものを載っけておきました。SIRNA の設計
ツールの SI ダイレクト、これ私が RNAi をやっていた時に作ったサイトなんですけれども、今日ご紹介した CRISPR ダイレクトのようなインターフェースで siRNA を設計することができるツールです。哺乳類の細胞ですと siRNA って適当に作っても5個のうち1個か2個ぐらいしか効かないんですけれども、ここで作った siRNA は高い確率で効く配列です。でしかもフターゲットサイトの少ないものを選ぶことができます。であとは、配列とはちょっと関係ないんですけれども、論文とかあるいはプログラムをこう直しているときに2つの文章のそのどこが違うのかっていうのを分からなくなったときに、それを2つの文章を入れるとその差を簡単に表示してくれるというサイトがあります。テキスト比較ツール、これ DIFF と書いて、これ DIFF というふうに呼ばれるようになってしまったんですが、そういうサイト、これも私が作っているところです。であとはこれは DBCLS が提供しているものではないんですけれども、さまざまなその計算したいことがあったらとりあえずこのウルフラムアルファというページに、入力すると大体の計算はここでこうこなしてくれて、グラフとかも簡単なものは書いてくれます。あとは何かその表のような手持ちのデータがあって、それを全世界にデータベースとして公開したい場合、データベース作るのって結構ハードル高いように思われるかもしれませんけれども、ここの統合 DB というサイトに行くと、これはExcel というかタブ区切りのテキストかななどを登録すると、このような検索可能な形でデータベースを簡単に公開することができるというサイトです。あとは研究をやっていく上でその研究者について調べたいって思うときにいろいろな研究成果とか研究資金からとか、あるいは本人が発信する情報から研究者をこう調べるようなサイトなどもご紹介しています。で大体のサイトは統合 TV というこれも私たちが公開しているサイトなんですけれども、5分程度の動画で使い方とかあとどういうことができるサイトなのかというのを紹介しておりますので、ここでもですね統合 TV へのリンクがそれぞれこう紹介されていますけれども、ここをご覧になってお試しになると良いかと思います。よろしいでしょうか。ではじゃあこれで内藤さんの講習を終わりにします。どうもありがとうございました。